皆さんこんにちは、原健也です。ティムさんの意見に僕もとても賛同していて聞いてたんですけども、デザイナーの役割がそろそろ変わってきてる。物を作ったり、ブランドのイメージを作ったりっていうことは大事なことなんですけども、そのある曲がり角にあるとか、重要な産業の局面では可能性を可視化していくこと、潜在しているものをビジュアライズしていくっていうことが大事かなと思いますね。それと、都市、今日もその後のセッションで話をしたいと思って今聞いてたんですが、誰か素晴らしい人が来て、昔のメタボリズムの時代のように素晴らしい都市計画を作って何かが変わっていくということではなくて、ごく一般の普通の生活者があるごく単純なことに気づいた瞬間に社会全体が一皮向けて次のフェーズに移っていくっていう、そんなふうにこう都市っていうのは進化していくんだろうと僕は思っているんですね。ですから今日のテーマはビジュアライズ、可視化するということ、そして気づかせる、覚醒させるという、そこにこれからの都市のデザインの可能性があるんじゃないかと思って話をします。南條さんがお話しされたハウスビジョンがその一つと、もう一つはダッシーラーという今中国の北京でやっているウェイショーイングの仕組み、これはその道案内というよりもある都市の未来の道案内のような役割をするビジュアライゼーションの仕組みなんですけど、この2つをご紹介したいと思います。まずいきなりこういうのが出てきましたが、これは実は2009年にセンスウェアっていう、日本のそのなんていうか先端繊維の面白さを可視化するということでやった展覧会で、髪の毛で7500分の1なんてものすごいこう細い繊維を使って床を掃除するロボットを作ったんですね。どんな油膜でも取れてしまうという、これパナソニックが一緒に作ってくれたんですけども、冗談のようですけども、これはコンセプトモデルですが、センサーで汚れを感知しながら拭き掃除をするというようなもの。これは日産の今日産の方もいらっしゃいますが、笑う車ですね。もし車ぶつからなくなるんですけども、もし車が笑えたら人と人、車と車のコミュニケーションもおそらく変わるだろう。これも繊維の可能性。それからこれはその会場で作った僕らロゴを作ったウォーターロゴと呼んでるんですけども、ものすごく撥水性の高い繊維でセンスウェアという展覧会のロゴを作りました。これなんか流れてるのはロゴを洗い流す、時々洗い流されるんですけども、このものすごくたくさんの注射器の針がこの超撥水の布の後ろに隠れていて、そこからこうじわじわとこう水が現れてくるという、そういうことで水っていうのはとてもダイヤモンドみたいに美しいんですね。コントロールさえできれば、こんなことでファイバーの可能性を可視化してみた。可視化っていうのはその目に見える形でこうだったりしてだったりしてっていうふうに具体化させていくことなんですね。それが当たっているかどうかはさておき、そういうその可視化されることによって何かが起動していくっていう、欲望っていうのは潜在してるんですけども、それが何かがこう表面化されることによって、そこに何かがこう新しく顕在化されてくるわけですね。そういうことを僕は可視化って言ってます。その展覧会をやって少し僕は気がついたことがあるんですね。日本の先端繊維を使って先ほどのこういう空間を作ったんですけれども、日本の伝統的なアイコンを使ってるわけじゃないけども、すごく日本的だと言われて、そこになんか日本っていうのはこのハイテクノロジーと日本の美意識を使って僕らはもっとなんか新しいものができるなと思った。それが家なんですね。家といってもこれは住宅産業をどうこうしようということじゃなくて、もっと大きな視点でですね、家っていうのはこれからのおそらく産業のとても大きな交差点になっていくというふうに僕は思います。あとで申し上げますけども、エネルギーも移動もハイテク家電も、あるいはその老齢社会、あるいは高齢者のマーケティングも、伝統美意識をどうやって使うかっていう、その対象物としても家というのは大変面白いものだと思います。戦後60年間日本人はほとんど同じような家に住んできたわけですが、それは高度成長の時代のその家っていうのは、10年経つと倍になるっていう金融商品的な、そういう性格を帯びてたんで、みんなもう間違いのない買い物をしなきゃいけないということで、確率的な家に住んでたんですけども、日本ほどライフスタイルが多様でなおかつハイテクノロジーをたくさん携えている国もないわけで、そこからどんな未来を生み出せるかっていうのが大きなデザインの課題だと思います。製品っていうのはある経済文化圏にという土壌に生えた木になった実のようなもので、どんな面白い実をならせるかっていうのは土壌の質に関係してるんですね。
で日本という、まあ、経済文化圏というのはとても僕は面白いあの土壌だと思うので、まあ、そこからなった車というのは世界を席巻するほど面白いあの観点を持っていたわけですね。ヨーロッパ車とは違うすでに成果物を鳴らせているわけですが、まあ、そこに家を鳴らしてみたいというのがハウスビジョンの構想です。でまあ、欲望のエデュケーションと僕は言いますけれども、その潜在している欲望をいかにこう開花させていくかというところにデザインが機能するという。ですからデザインというのはある意味では欲望のエデュケーションではないかと。そう同時に住宅リテラシーというのは一般の生活者の人たちが主体的に自分の住環境を自由に発想し、いろんな建築家に相談しながら具体化できる能力が一気に高まるならば、日本というのはすごく面白い生活文化、経済文化圏になるんじゃないかなと思いますね。そこはとても大事なポイントだと思っております。まあ、ちょうど日本もあのそろそろあのインフィルとスケルトン、つまり立ってしまった骨格と可変性のある内側というのがこう自由に選別できる時代になってきましたから、まあ、そういうことですね。少しだけ状況を話をしますと、まあ、80年代90年代2000年代に作ってきた住宅容積が、まあ、これは再利用できる物件になってきたと。同時にこの矢印のカーブはこう人工縮体が始まるわけですから、まあ、そういうその建物が再利用される時代に日本は配置したというわけですね。まあ、日本 の, あの建築の年齢を言ってます。一番上が日本ですけども、白いとか多いほど若いんですけども、日本の建築っていうのは非常に若い、まだ再利用できる時間がたくさんあるわけですね。と同時にこれもちょっと同じ面白いデータですけども、50年前は1軒の家に 4.14 人、おじいちゃんもおばあちゃんもいたんですが、まあ、これ2010年は 2.42、 これはあの全国平均なんですね。まあ、1位は圧倒的に1人暮らしですね。で2人暮らしがその次で、2つ足すとほぼ6割を超えてきているって、これが日本全国の平均で、東京だともう少し高いですね。まあ、そういうふうになってきているんで、家といってもその内実コンテンツが丸っきり変わってきているという、まあ、これがあの今の日本のとても面白い状況だと思います。と同時に日本のこれ預貯金、現金預金ですね、証券入れるとアメリカトップなんですが、まあ、庶民レベルの預貯金というのがこう800兆円とか1500兆円とか膨大な 数字をあの言われてますけれども、あのこれ持ってるのが50代60代70代の高齢者と言われている人たちですね。まあ、さっき午前中の増田さんの話がありましたけれども、このお金膨大な貯蓄をどこにどのマーケットで吐き出してもらうかということを考えなきゃいけないと。そういう時に家っていうのは意外と面白い消費財だと思いますね。ちょっとあんまり図はあの良くないんですけれども、すでに建ったビルの内容をたこ焼きをひっくり返すように中を全部ひっくり返していけば、ここに非常にリアルなあの市場やあのマーケットができてくるんじゃないかというふうに思います。どんな家に住めるかと、まあ、ここをまあ議論し始めるといろいろありますけれども、まあ、調理しない人はなんかシンクと冷蔵庫が合体したものがソファの脇にあったりすると便利かもしれませんが、こんなの見たことないですよね。見たことないけれども、あらゆることがあの常識化する、まあ、当たり前のようにできてくるという時代になっていくんだというふうに僕は思います。で家をどうこうするというのは非常にリスクの高いことですが、まあ、今は本当にソーシャルネットワークが発達している時代ですから、情報を共有すれば怖くないわけで、まあ、そういうことが加速的に起こっていくと思いますね。で何度申し上げている通り、家は本当にそのエネルギーの、あるいは移動の、あるいは家化していく家電ですね、そういうものの、まあ、中枢にいるとか、あるいはシニアの成熟した人たちの新しい家の市場、ファミリーのために家を作るんじゃなくて自分たちが人生を仕上げていくための家とか、あるいは健康産業であるとか、あるいは宅配便であるとか、本当にいろんなものが家に交差していくわけですね。まあ、もう本当にご存知の通り、日本はまあ福島があんなことになりましたから、あのエネルギーに関しては先進国になっていかないと未来がないわけですから、まあ、どうするかと、作るエネルギー、あるいはためエネルギー、流通させるエネルギーをどうするかということが大変大きな問題ですが、家がその拠点になることはまず間違いないわけですね。まあ、そこに家の可能性が非常に大きくあると思います。それからモビリティの進化、これはまあ日本の大手の車のメーカーは本当に偉いと思うんですけども、まるっきり期待すらされてないパーソナルモビリティというところの独自の研究をどんどん進めていて、非常に高い完成度でそれに答えを出しつつあると。ですから、まあエレベーターでもエスカレーターでもどんどん乗っていけるような、そういうモビリティが、あの小さなモビリティが進化してくると、おそらくはそれがあの家の住環境を変えていくだろうというふうに想像することができますね。パーソナルモビリティが家の形を変えていきます。それから複合家電という、まあ、テレビが壁化するとかそういう単純なことではなくて、まあ、あらゆるあの玄関で靴を脱いで裸足で家に入っていく日本人の生活っていうのは、生身の体が環境の界面とコンタクトするポイントがたくさんありますから、ものすごい先進の技術が発達し、
いろんな角度からライフログが取れてくるっていう、そういうようなものをどういうサービスとしてリターンし共有していくかということは、まあ、まさに家という、まあ、フィールドを考えていかないと解決していかないと。つまりさまざまな企業、さまざまなプロフェッショナルたちが家というプラットフォームを基盤に新しい産業の形をリアルに考えていくとすると、まあ、非常に素晴らしいものができてくるだろうと思います。それから、まあ、住宅リテラシーって、これはまあ住人の、まあ、住まい手たち の、 あの意識の変化っていうものが、もし本当に先ほど土壌って話をしましたけれども、日本というのは非常にそういう、こうあの共有されている人の情報のベースが非常にこう緊密な情報共有ができてますから、まあ、住宅に対するリテラシーが加速的に進化していくという、まあ、そういうその予見をすることができると思います。それから、まあ、人生を仕上げていくという意味では、本当にあの高齢の人たちが非常にこう高い知見と美意識を持って、あのこれからそういうものを作っていき始めるんじゃないかっていう、そこも何か牽引力があるなと思いますね。それからあの、まあ、美意識資源の運用って、まあ、私たち日本人はそろそろですよ、あの日本の伝統的な美意識っていうのを資源として、未来資源として何かを作んなきゃいけないなと、そうしないと世界に貢献できないなと薄々思ってると思うんですけども、まあ、家っていうのはまさにその美意識資源を発露していく対象物として本当に高い可能性を持っていると思いますね。やってみれば本当に素晴らしいものができます。ですから、まあ、その国家戦略として、まあ、家っていうものをあの大きく捉えていかなきゃいけないと、もう車がどうのこうのという時代でもないと、まあ、エネルギー政策としても大きく、まあ、家っていうことを考えていかなきゃいけませんし、まあ、その不動産開発にしても、まあ、今までの形を変えていかなきゃいけない。家の作り方もインテリアの作り方も、それから生活雑貨も、それからその宅配もコンビニも、あらゆるものが同時にアイコンタクトすると、そこにとても大きな産業の可能性を見出すことができると思います。まあ、そんなことを考えながらハウスビジョンという点なんかを一回作ってみました。エキシビションというのはやっぱりみんなそこに来ていろんなことを具体的に試せる、こうだったりしてっていうことを家を実際に見れるということですね。ですから企業が常に持っている家じゃなくて、もうむしろ住宅を作らなかったような企業と、それから建築家にコンビネーションしてもらって、コラボレーションしてもらってですね、あの見たことがないような、あるいは あるこうだったら、あの新しくないかもしれないけどこうだろうというようなものをいろいろ作ってもらって展示したんですね。お台場のこの野球のグラウンドみたいなところを私個人的に借りましてですね、そこにこんなあのハウスビジョンというサイトを作ってみたんですね。会場はこんな感じです。建築家の熊さんがあの会場構成してくれて、あのこの角材を使ったんですね。あの 10.5 角の角材というのはいわゆる木材の世界では米みたいなもんで、まあ、それをほとんど加工しないで木材状、材木状みたいに積み上げて会場を作ったんですね。ですから床も壁も全部解体するときには元の材木に戻りますから、再利用どころかそのまま、まあ、次の場所に移動するという、まあ、一時木がここで材木置き場になっているという、それぐらいの利用感なんですね。でも非常に綺麗なあの会場ができました。このオートリアムなんかも全部材木置き場みたいな感じなんですけどね。でここにあのたくさんの人が来てくれました。やっぱりあのこのお台場にしかも料金を取って人をたくさん運ぶっていうのは結構リスキーなことなんですけども、やっぱり家に対しては興味がある人がたくさんいるんですね。でもこれはあのメディアの日で、私なんかもう本当老的なメガホンみたいなのを持って開発してますけれども、伊藤豊さんとリクシルが組んで懐かしい未来の家っていう、まあ、これはどんなものかというと、家の中を締め切ってしまうんじゃなくて半オープンの空間を作って、あの、まあ、通気性のいいところ、外気を入れてくるところに、まあ、バーベキューができるバーベキューテーブルを置こうよなんていう、まあ、本当に高機密の世界と融通の世界をこう合体させて、まあ、あの火のある場所っていうのがやはり家の中心にあると素敵だよねっていう、まあ、なんか 2DK みたいな発想じゃなくてバーベキューテーブルを置くなんていう発想を家に取り入れるっていう、そんなことですね。これはまあ古い日本 その外と融通する家の形を現代に取り戻すという観点からこの提案をされています。それから本田と藤本壮介さんが組んで移動とエネルギーの家ということでですね、あのまあ、車も移動体ももはやその道路ではなくて家がまあ主戦場になってくるんじゃないかなということですね。でこれはまあ家そのものがエネルギーを作り出す、あるいは貯める、あるいは流通させるという拠点として非常にスマートにできているということは言うまでもありませんが、それが3層レイヤーになっていて、まあ、非常にそのプライベートなスペースもあれば少し中ぐらいのところ、で3番目の一番外側のレイヤーはもうほとんど車電気自動車が入ってくるというそういう感じのところなんですね。まあ、そういう3レイヤーのその空間の中に、移動式のロボットスツールなんかがあってですね、まあ、これに乗りながら移動しながら、まあ、ちょっと足
足の弱い人はそれ乗りながら家を歩いていくと、歩行アシストロボットがあったりとか、もうベッド脇にもうあのユニカブっていうロボットスルがいたりとか、ですからまあ移動、あのセーブされた、賢くセーブされたエネルギーで走る、このような移動体を走らせていくっていう、そういうふうな、まあ、シームレスなエネルギーの、まあ、生産とあの消費の形を家の中で合体させていくっていうのがホンダの考え方だったわけですけれども、まあ、こんなようなものができました。このロボットスズルも足もの技術で非常にスムーズに、もう体の移動だけで非常に簡単に乗り回すことができるものがもうすでに完成されているんで、僕もびっくりしましたけども、まあ、日本のその車のメーカーっていうのはこういうところに一つの優位性を持ってるんだろうなと思いますね。これはトヨタのウィングレットですけども、これはあのパートナーロボット部っていうのを担当課長なんですけど、もうすっかり上手になってですね、あのこういうようなものがあのエレベーターとかエスカレーターを乗れて走り始めると、足の悪い人じゃなくてその移動そのものが変わってくるわけですね。でこういうものがおそらく何かを変えていくんだろうというふうに思います。まあ、ホンダの移動とエネルギーの家っていうのはそういうことを放出させるというか、まあ、家で考えてみると一番分かりやすいわけですね。それから山本利権さんをはじめ、あのスミスさん、中さんという若い建築家の方々が、まあ、いろんな企業との研究会を作って、未来生活研究会というのを作っていろんな議論をしたんですけども、まあ、山本さんたちの研究の成果の一つでもある、まあ、これは2人で住む3人で住むではなくて500人で住むっていう、まあ、そういう家の実験なんですね。500人で一緒に住むと、まあ、なんていうか広いお風呂や割とこうコミュニティの広いキッチンを使えたりとか、まあ、託児所ができたりとか、そのこの500人のコミュニティの中で緩い小さな経済がそこに生まれてきたりしてですね、まあ、外のこう激しい厳しい経済とは違う、もう少し緩やかなこう経済をそのコミュニティの中に持つようなことができるんじゃないかっていうようなことを、これ5分の1スケールの模型っていうかなり大きな模型で、展示してくれました。まあ、ちっちゃなお店を外に向かってちょっと開いていくと、階段上がったところはプライベートな寝室なんですけど、その外側に小さなお店が開いていくような、そんな空間があったりとかですね、共同のお風呂が広く使えたりとか、まあ、そんな提案ですね。それからあの住友林業っていう、まあ、森と材木と家を作ってる会社と、あの杉本博さんという現代アーティストが組んで、好きの家と、まあ、日本の伝統的な美意識をどうやって未来資源として家として使い込んでいくかというところ、まあ、これはまあ杉本博さんが非常に得意としているところでありまして、まあ、本当に大真面目に日本のすき家の未来系という、まあ、80平米ぐらいのマンションをフルリノベしてそこにはめ込めるという、そういう観点であの日本の美意識をそこに持ち込んでくださいました。これはあの確かにこういうふうな暮らし方っていうのは可能かなと、まあ、ちょっとあの大人の人たちっていうか50代60代70代すき家が好きだという人も、まあ、その大工の技術は今で日本でもきちっと保存されてますから、まあ、そういうものはいかようにもできるという、まあ、そういうことが確認されて、まあ、意外と若い人に人気でしたね。杉本さん言うには古材だと、古材こそ未来素材だと、もう天平時代とか奈良時代の古材を使ってそこに新素材を組み合わせたりすることで、なんか非常に新しい世界ができるんだということで、まあ、こういう階段の上がり口に高圧ガラスを使ったりしながら、利休のタイヤの茶室をそこに再現してみてたりしながらですね、それを若い人たちがいっぱい見てるっていう不思議な光景ですけども、まあ、こういうものができました。それから無印良品は坂茂さんという建築家と組んで家具の家っていうのを提案してくれたんですけども、まあ、無印良品はご存知の通り非常に精密なあの収納ユニット収納モデュールを持っているんですね。で無印のそのモデュールっていうのは、まあ、あのこう収納器具とか、まあ、製品一つが、まあ、あの割ときつくないっていうか緩やかなモデュールを持ってて、まあ、それを組み合わせていくとおのずと生活の空間の形になってくるんですね。ですからこの家の中には無駄な壁、つまり壁と柱がないんですね。家具そのものが構造体として屋根を支えているので無駄なところが一つもないです。そこに無駄のない合理的な収納ユニットが入り込むと、まあ、全体としては本当に無駄のない、しかもその地震で倒壊することがない、家具で倒されて怪我するなんてことがない、まあ、そういうあの家が出来上がったんです。つまりスプーン1本から家全体までがあのつながっていくような、まあ、そういう家ができたんですね。まあ、こういう家具の家というのが提案されたり、あるいはこれはあの TOTO と YKKP、 それから成瀬さん、猪熊さん、それから
植物アーティストの東誠さんという人がコラボレーションしてくれて作ったトイレなんですけども、まあ、皆さんご存知の通り日本のトイレって異常に清潔になってきてますね、まあ、玄関で靴を脱いで上がるっていう暮らしのせいかもしれませんけれども、まあ、その異常に清潔になったトイレの未来をさらに考えていって、まあ、日常生活の中で一番きれいな場所がもしトイレだったらどうなるのかという、まあ、おそらくトイレみたいな空間が非常に清潔なトイレのような空間がそのホテルの空間やあるいはその空間全体の何か大きな価値観を変えていくかもしれないっていう そしてまあ光と水を適度に供給することによって、まあ、植物はどこでも生えてくるっていうそういう環境ができたりするようなこと、まあ、その辺をこう一緒くたに考えてみると、まあ、非常にまあ刺激的なものができてきたりします。それから午前中お話をされてた蔦屋書店の蔦屋増田さんとそれから東京ある不動産ですね、まあ、そのこういう企業と建築家が組んで家を作る時代だなと思ったんですけども、まあ、増田さんが言うにはもうメーカーとか建築家が家を作る時代じゃなくて建築のつまり住宅の編集権がユーザーに移っていく時代だと。音楽の編集も、まあ、映画の編集も映像の編集も素人のユーザーがやっていくわけですから家もそういうふうになっていくだろうということで、まあ、こんな家というその典型を示すのではなくてこれぐらい自由に考えられますよということを、まあ、具体的にまあ提示してくれたという、まあ、これも70平米ぐらいの普通の家をですね徹底的に直して、まあ、こんなでかいテーブルの向こうの方でお母さんが調理してて子供はその脇で宿題してるみたいな、まあ、子供部屋をもう本当にこう細かく区切っていくんじゃなくてオープンなスペースで、まあ、自由にやったらどうなるのかといういろいろこう趣味もいろいろあるでしょうけどもこういうことを推奨しているというよりもこれぐらいに自由に編集できますよというそういうことをまあ提言してくれるわけですね。まさにこうスケルトンの時代スケルトンを手に入れてそこを自分で自在にこう編集していく時代になってきたというそういうリテラシーをどうやってユーザーの方に目覚めさせていくかというもしこの目覚めが非常に大きな底辺を持って起こってくるとすると日本というのはやはり日本の家を見たかと世界が言うような何かそういう新しい局面をこう開いていくことができるんじゃないかと思いますね。デザインというのはそこのエデュケーションに機能しなきゃいけないんじゃないかと。でここ毎回1日2セッション杉本さんとかいろんな伊藤さんとかいろんな方々に登壇いただいてものすごい熱のあるセッションが毎日繰り広げられてきて、まあ、このセッションだけでも相当、まあ、一つの学校の機能を果たしたんじゃないかなと思うぐらいにいろんな40いくつのセッションをここで重ねました。僕もほとんどのセッションのモデレーターをやらせていただいたんで急速に家のさまざまなことに勉強ができたんですけども、まあ、そういうようなことがここで広がっていきました。まあ、結果はまあ21日間という3週間の小さな展覧会だったんですけどもモーターショーがある意味の日本の高度経済成長をなんかこう移動体というところで謳歌してきたというか活性させてきたとすると、まあ、それに匹敵する新しい産業のプラットフォームというものがこういわゆる家特にそれもメーカーとか企業が先導するだけじゃなくて住まい手一人一人がそこに主体的に関わっていくことによって先ほども一番最初に冒頭に申し上げたように何かこう普通の人たちがあこうすればいいんだ家って自分で勝手に作っていいんだっていう小さなことに気づいた瞬間に社会は未来に移行しているというそういうふうな未来感っていうのがあるんじゃないかなと僕は思ってます。でもう一つだけ5分お話をさせていただきたいんですがこれは中国で今やっているプロジェクトなんですけどもダーシーラーと言いますけれども天安門広場のちょっと脇の方にある 1.5 キロ四方ぐらいのこれぐらいの町なんですね。この町の再建計画を僕が頼まれたんですね。この辺に陽明中ストリートっていうのがあるんですね、ここですかね。あ、ちょっとここですね。ここに陽明中ストリートっていうのがありましてここのストリートの再建計画を僕が頼まれたんですけどもこのフートンのそのなんか中国の歴史的なこう街並みが並ぶ地区が面白かったんでこのゾーン全体のデータをですね3次元で書き切ってみたんですね。人海戦術的に大変でしたけど3次元で書き切るっていうことはこのデータをどこからでも見れるってことなんですね。 1.5km 四方そういうものを作っておりましてですねそうするとアプリを作るとこう手で指でグリグリっと回すと、まあ、文字も縦になったりよくなったりしますが、まあ、家や建築もどのアングルからも見れるっていうそういう、まあ、アプリケーションができました。で、まあ、全体の引き裂き計画は中国の、まあ、この書道版紙というか、まあ、馴染みのいいこういうベージュに赤っていうそんな色を使ってみたんですけどもそれで地図を作って、その地図の中に、まあ、この地図を使ったアプリケーションを、まあ、こういう
携帯端末とか iPad の中に作ってみたんですね。まあ、こういうこれストリートビューですけども、さっき見た同じ 3D のデータどっからでも見えますから、ストリートビューの形に置き換えて、まあ、ちょっとクリックすると情報が出てくると、これの映像が分かりやすいですね。ピンチにしてどこまでも大きくできますし、まあ、ぐりぐりと指で、まあ、角度も変えられると、まあ、今 GPS がついてますから、今どこにいてどの角度かということもワンタッチで分かりますし、触ると、まあ、情報も出てくるという、まあ、そういう Now we're standing on Yangmeizhu Bypass. Historically, the capital of the Jin Empire was centered around the present-day Guanmen. ですから、まあ、ストリートビューもどんどんこうやって見れていくと、まあ、Google マップっていうのは非常によくできてるんですけども、 Google マップが地球全体をカバーする仕組みだとすると、僕らはこれローカルリーダーって呼んでるんですけども、もう少し面白く複雑楽しくごくディテールのある場所を読み込んでいくというそういう仕組みを作ったわけですね。で、まあ、この地図っていうのはいろんなこう場所に展開できますから、まあ、ガイドブックは当然できますし、まあ、ハンカチに吸ったりスカーフに出したり、あるいはラッピングペーパーにもなるし、まあコースターにもなるよと、あるバーのコースターは、いや僕のとこはここなんだよっていう、まあ、リアルな地図だったりするんで余計迫力があったりするんですが、まあ、そういうものができたりとか、まあ、当然最初に頼まれた通りサインシステムを作ったんですが、まあ、これが実際そこに設置されたサインシステムなんですけども、まあ、まあ iPhone のでかいやつをドカンと置いたわけですが、さすがにこれはまだ今静止画像なんですけども、まあ、理屈といえばから言えばここをその読み出したり拡大したりすることもできなくはないわけなんですが、まあ、あまり煩雑になるんで、そのサインはこういう静止画像にしてますけども、まあ、こういうものとアプリがリンクして稼働していってます、歴史的建造物の中にはこんなサインがついたりしてるんですけども、まあ、こういうふうなものがこう実際に機能し始めると何が起こるかっていうと、いや便利な道案内ができたっていうんじゃなくて、この町の未来が案内されていくんですね。ですからこのゾーン全体は歴史的建造物がたくさんあって、そこに優秀な建築事務所とかデザイン事務所とかカフェとかギャラリーとかが建物を壊さないで中に上手に入っていくってことがどんどん加速してくるという、まあ、そこをまあもちろん開発では狙ってるんですけども、それが本当に起こり始めてきて、やっぱりそのこのゾーン全体はこの歴史的建造物自身が一つの財産であるっていう認識がだんだん芽生え始めてきているわけですね。ですから、まあ、先ほど申し上げたように全体計画として何かを示すのではなくて、そこに来た人やそこに来場した人たち、あるいは住んでいる人たちがその可能性に自発的に覚醒していく、目覚めていくことによって、その意識が都市の未来をまさに作り上げていくという、そういうことになっていくんじゃないかと思います。まあ、そういうこの2年ぐらいのプロジェクトですけども、去年今年というふうに少しずつこのアプリが充実してきてですね、かなり積極的に稼働するようになってきたわけですけれども、そこに非常に僕は大きな手応えを感じています。まあ、一番最初のハウスビジョンのこともちょっと思い出していただきたいんですけれども、本当に普通の人たちが家って作っていいんだと思うと、その能動性みたいなものが引っ張り出された瞬間に社会は次のステップに行けるわけですね。まあ、本当に世界の6割の人たちが都市に住むようになるということ、南條さんは何度か繰り返しおっしゃってますけれども、まさにその都市に未来がなきゃダメだと思いますね。日本を何とかしなきゃいけないローカルだとかいう話もありますけれども、やはり日本が何とかするためには東京が先陣を切ってより面白い都市にこれ変貌していかないと未来はないと思うんですね。まあ、厳しい課題が今日もたくさん出てますけれども、まあ、その課題一つ一つが可能性だと思っておりますので、まあ、そういうものをどうするかと、まあ、そういう時にやはりこう未来をビジュアライズする、そして目覚めをたくさん生み出していくと、まあ、そこがやはりデザインの大きな役割ではないかと考えております。以上です。どうもありがとうございました。